こんにちは、こんばんは。クルーヤスター、今もゆぐそうです。レオナジンデトマンです。イエーイっていう感じでね、はい、いよいよ出ましたね、ハロウィン。違う違う、ハロウィンもね、はい、出ますけども、はい、出ました、出ました、キラキラのデレーン、じゃじゃーん、マシュマロさんマスターパック、イエーイ、まで開封もしましたけども、すごいよね、12種類でございます。12種類持ってきちゃいましたよ、すげーよ。コロコロにも載ってましたけど、はい、やっぱこの本物の輝き、マスター必殺カード、これ皆さん手に入れました、どうでしょう、どうでしょう。結構出るもんね。いや超出 た、ね、だって開封動画でもね、そうきました、アンボックスから7枚ぐらい出てましたから、そうそうそう、コロコロチャンネル見てもらえます、はい、はい、見てください、ぜひ。ってことで今日はこのキラキラをね、はい、皆さんに見せたいのもあったんですが、はい、その中のね、特にお気に入りだけじゃないだけじゃないよ、はい、特に俺がお気に入りの、個人的なお気に入りの、お気に入り、ででーん、バンナイトカーニバル、バンナイトカーニバル、こいつを使ったで組んできちゃいました。はい、じゃあ僕はね、ついに僕もジョーカーズ愛好家として、あ、出た、水ジョーカーズ、あ、水ジョーカーズ手を出そうと思ってましてついに、はい、まあ、こちらジョルネートグランドライン、まあ、すげえいいな、こちら入れたら、ね、本当にキラキラなんですね、はい、水ジョーカーズ組む気もいいと思います、はい、水ジョーカーズとうとうデビューしたいと思います。ということで早速ダイソーナー行きます、はい、イエーイ、スター、というわけで準備してまいりましたが、例のやつね、新スリーブ入れました、あ、出た、あ、チコちゃんで、チコちゃんだ、シャカパチしてんじゃねえよ、シャカパチしてんじゃねえよ、いや、もう見つけて一目惚れして買いました、確かに確かに、今の見せれば、チコちゃん担当チコちゃん担当でもあるので、同じように、はい、じゃあ行きますよ、超ガタリゾーン、ガチャーないの、久々になし、へー、今回はマスター、昔のマスターの、なるほど、そっかそっかそっか、バンナイトはそうだよね、はい、はい、よし、じゃあじゃんけんいきますよ、最初のゲーム、じゃんけんぽい、イエーイ、負けは負け、いやいや負けは負け、潔い、いきますよ、よいしょ、ではスタート、こういうところはちょっとね、ちゃんと ね負けは認めてこう、負けは認めてこうというスタイル、しかし水ジョーカーズか、ついにチャージして、まあ出た、まだ早い早い、1マナ出た、ザババンジョーカー、うわー、水ジョーカーでも1ザババン、ザババン、1枚引いて、1枚引いてだっけ、1枚引いて、1枚引いて、ジョーカーだったらもう1枚引けるってやつね、これってでもジョラゴンでさ大変になりますよ、ちょっと走ってる、はい、 OK です、ドロー、うーん、まあ、ここは1回、うん、1回と言わず2回ダメだ、2回チャージしダメだよ、大変だ一旦ね、ドロー、ちょっと難しい、コケコケしてる、コケコケしてますね2マナーですっぽんじ飛ぶ、あ、出た出た、はい、はい、これ強いんだよね、しかし強い、うわ違うんだ、ちょっと違う、ちょっと一旦打ちようか、2マナ、はい、はい、ダーマデュシーザー、デュシーザー、はい、出た時に1体マイナス2000、ピシー破壊、いやー懐かしいね、ジェートルさせないタイムド、これね、魔導グリッキーございます、懐かしいの、ドロー、いやー、うわー、なるほどね、さあこれ出るか、必殺、どうしようかな、チャージして、プチプチ潰していくよ、1マナ、はい、ザババン、うわ、ザババン、ザババン、ザババン、あー、あ、ジョーカーズなら、はい、まあ、ザババン捨てて、はい、大丈夫ですね、で、1枚引く、はい、はい、で、ターンエンド、ここ一回破壊が構造して、しかし何もできないターンエンド、うわ、よっしゃよっしゃ、ドロー、あ、こっからね、そうだ、まあでも相手クリート出ないわけだよね、なるほどね、なるほどなるほど、じゃあ、じゃあ、いや、でもね、ここは普通に使います、4マナ、ジョルネードグランドライン、おー、はい、はい、戻して、戻して、ガチャレンジしよう、これ結構強いんだよな、ガチャレンジ、はい、ロテガエンド、まだマナドライブ、あ、できるわ、マナドライブできます、よし、おー、捨てて1枚捨てて2枚引く、うーん、すごい手札入れ替え、2枚引く、おー、よっしゃー、グランドライン普通にとも強いな、はい、サインド、いや、今意外と今の効いた、効いた、効いた、嫌な感じ、嫌な感じですよ、2枚、4マナ、4マナ、ダーマ、ボガイガ、ボガイガ出た時に4枚墓地を増やします、はい、いいね、いいね、その後闇のカードを1枚手札に加える、どうしようかな、どうしたもんか、どうしたもんか、デュリンリかな、デュリンリ、いや、ボミラ、ボミラ返し、ボミラ、はい、ボミラ返して、ターンエンド、はーい、他次のターン、驚くべきことが起きますよ、いや、させない、させない、ドロそんな、そんなだっけ、させないぜさせないぜ、よし、驚くべきこと起こしますからね、1マナ、はい、トムのゼリー、ウェイ、2マナ、2マナ、デキンダック、早い、デキンです、さあ、じゃあゴッドガンダムでパンチしていこうかな、パンチ、パンチ、恐れないね、はい、ターンエンド、ターンエンド、さあここから驚くべきことが起きますよ、皆様、起きるかな、注目ください、なんだなんだ、
ボガイがいるから3マナでいいんでね、3マナ、はい、ボミラ出します、はい、出た時に墓地3枚落とします、うん、1,2,3 で、これがいると墓地から1枚魔道具召喚可能、一旦1回、はい、2マナでグリギャン、グリギャン、さらに墓地を増す、うわ、そしてここで、はい、ここでシューンバーン、バンナイトカーニバーファンファーン、ファンファーン、さあこいつ8マナの呪文ですけど、はい、無月の門ピリオドって能力持ってます、うん、これ何かというとバトルゾーンの、うん、魔道具2枚と、うん、墓地の魔道具2枚を山札の下に置くことでタダで唱えられしまうというすごい、おー、へー、戻します、戻します、みたいな、そうです、無月の門持ち呪文、すごい、打ちました、はい、何が起きるか、これすごいよ、何が起きる、手札、はい、山札、墓地、はい、を見て、うん、好きなドルスザクを出せます、マジ、そう、好きなドルスザク、しかもその時に、はい、それだけじゃないのよ、それだけじゃないの、はい、4枚魔道具を選んで、うん、こう下に敷きながら出せる、すごいな、だから座布団付き、が勝手に自動座布団付き、自動座布団って、自動座布団全自動座布団付き、全自動座布団付きデスサークが完成、ザ・コーリー、久しぶりだなデスサーク、すごい、元気だったかお前、元気だったかお前意外とバンナイトカーニバルね、ファンファンしてる、そんなキャラだっけみたいな感じでファンファンしちゃった、すごいな、じゃあこれデシマ出た時ピッて上がります、出来の高い、できんたく、そしてこの座布団がちゃんと4枚完成してると、はい、魔法陣完成してると相手の武器でタップインというね、タップイン出ましたよ、懐かしいございますよ、大変だ、はい、じゃあこのバンナイトすごいんですよ、これドロッとすごいのよ、はいはいはい、いやでも動けないな、あーバンナイトファンファンしたよ、いやいや3マナ、はい、セブンセブン、あ来た、はい、あ3枚3、3、2、おーおー、ハズレ、クソ、ちょっとかけたんだけど、危ない危ない、デスザーク全部いっちゃうから、じゃあゴッドが4ダムで来るね、いきます、いきます、はい、トリガーないです、はい、はい、タイエンド、さあこれでもこっからもうガンガン攻めちまうよ、うん、これねバンナイトのすごいところちょっともう一回見せるわもう一回見せるわボガイが4枚渡します、はい、1,2,3,4、はい、そしてこれ実は回収できるの闇のカードなので、お呪文も回収可能、あーなるほどね、バンナイト回収、そしてそしてそして、じゃあボミラ行こうか、はい、墓地から召喚可能です、1マナーでここはデュシーザを召喚、はい、でこれでトムのゼリーマイナス2000の破壊、まあ破壊ワンドローできますね、はい、された時にワンドロー、はい、はい、そしてバーン、無月のボンピリオド発動、出ました、バンナイトカーニバル、じゃあこの2枚と、はいはい、うん、墓地のこの2枚を戻し、やばいな、これすごいでしょ、このデッキすごい怖い、で驚き出すよと、これね実はもうヤバくなりいないので、はい、いないので手札から、手札からも出せると、ガリューザーク、ガリューザーク、はい、今回ザ、これ座布団で使わないこともできます、はいはいはい、これガリューザークは座布団いらずなの、ノー座布団、ノー座布団、はい、ガリューザーク出しました、ノー座布なし、マナが3マナしかアンタップしないよってやつ、やばそう、じゃあボーミラで、はい、ペッチ、はい、ペッチ、はい、デスザークでダブルブレイク、ダブルブレイク、懐かしい、この無月のもん、こいこいこい、ガリンバリン、元祖無月、はぁ、マツコケラックス、すごいプロデューサー、うわー出た、じゃあタップインです、タップインですね、うん、はい、で、マツコ、これが出た時にガチャレン召喚、ガチャレン召喚3人これで、はい、これもタップイ ン, タップインで、ターン終了で、これはマナに戻ります、はい、呪文出てるの、呪文出てる、でもマナ戻る、でもう一回ガチャレン召喚、でもう一回ガチャレン召喚、これタップイン、これもタップイン、はい、でガチャレン召喚、全能座のおお結構改造してる、でいや、ターンエンドで、3マナしかアンタップしません、はい、あ、ターンエンド、ターンエンド、えと申されました、え、そんなことある、マジ、ここでここでマツコケラックスとどっち戻せばいいんだ、これは、もう全能全能かな、全能全能、そんなことある、回収して、戻して手札に戻して、戻して、召喚ストルネー、マジジョリーザ・ジョルネードがタップイン、タップイン、でもこれどうせ、あーその時にガチャリ召喚、タップイン、タップイン、おタップイン、うわで、ターン、はい、ターンエンド、はい、で、ターン、はい、で、あー引き上がります、マジかよどうもどうも、3枚しかアンタップしないです、はい、これは3枚しかアンタップしない、で、じゃあこれだけアンタップしない、ね、これしない、はい、で、ドロー、よし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 、マジ何もなかったじゃんよし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 、バンナイトカーニバルで得意になってる、調子乗っちゃって今調子乗っちゃって、ちょっと調子乗っちゃってはい、これ、あの、これはいいんだよね、普通に大丈夫です、あの、はい、アンタップするときに3枚しか出してますね、はい、じゃあこれで、5マナ普通に出しちゃう、凄腕プロデューサー、はい、はい、タップイン、
でもガチャにしようか、もうタップイン、マシンガントークでアンタップ何ずるいぞ、おい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 、はい、マジマジマジ、はい、でジョリーザ全員アタックできます、全員アタックできてブロックされない、ブロックされない、よし、ひど、え、ひどすぎる、これはじゃあダブルブレイク、バリーン、トリガー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 トリガじゃないね、よし、これはこいつも一応ダブルブレイクか、な、でもいい、まあ、いや、でも一枚、バリーン、よっしゃ、じゃあダルタリックビヨンドでダイレクトタックかけました、待ってねー、水ウォーカーズ強ぇー、水ウォーカーズいいし、やりました、一瞬で負けた、やったー、すごいバンナイトすごかったのに、バンナイトすごかったけど、このなんか闇のこの攻撃とか超嫌いだったんだけど、やっぱこのタップインのからのタップイン意味ないもん、タップインの意味ないんだよ、これすごいね、いやすごい、そう、悔しい、自分で感動しちゃった、悔しい、すごいやりました、バンナイトガニバル面白いですね、これめちゃめちゃ ね、 いいね、今までのドルスだけパープしてるんだけどね、うんうん、ジョルネネガニバルでも唱えられるんだよね、そのターンのエンドの時に、ピョンにそこね、いろいろ増えてるんですよ、水上の技がね、これ楽しかったな、マスター必殺で結構ね幅が広がってるよね、デッキのね、うん、ぜひみんなもマスター必殺技入れて対戦してみてください、マスターね、デッキを紹介してみてください、はい、来週は、はい、いよいよあの無限な、うん、無限なやつ来ますよ、あ、無限なやつ、無限なやつちょっと初お披露しちゃうかなと、無限なやつ来ますか、思います、皆さん来週はい、ガチヤマのやつが来るね、ガチヤマのやつ来ますよ来ますよ、皆さんじゃ来週見てね、はい、またね、またね、この動画が面白かった人はいいねとチャンネル登録をよろしくお願いします。